ムシカに属する動物の一種。全部弾けるようになって帰ってくるって言ったら急に。超無理かもしれないけど。マジかよ。はいどうも皆さんこんにちは、ヨミです。とある音楽教室にやってきてます。今回は高校生ドッキリ in エレクトーン教室。エレクトーンという楽器があって、そのプロ奏者の826アスカさんという方のレッスンに来てます。今回は僕が高校生に扮してそのレッスンに行ったらどうなるのか、もしも初心者の高校生がプロのピアニストだったらやっていきたいと思います。同じ鍵盤楽器のエレクトーンなので、ピアニストの、ヨミーなら弾けるんじゃないかと思う方もいらっしゃるかもしれないんですけれど、鍵盤の数なども違いますし、性能や用途も結構違う楽器なんですよね。ドッキリ企画とは言っていますが、僕はエレクトーンのプロ奏者ではありません。エレクトーンは本当に初心者なので、もしかしたらネタバラシの際に演奏できない可能性すらあります。さらに今回のレッスンで習おうと思っている曲、この曲をレッスンの最後に弾いてネタバラシという感じになるんですが、この検証ガチ感を出すために事前にエレクトーンでは一回も練習してません。今日が初ネタバラシが初演奏になります。これ本当です。もうなんなら僕の SNS の全アカウントをかけて言います。一体どうなるのでしょうか。では行ってみよう。 GO! はい、それでは入っていきたいと思います。撮影許可については僕ではなく別のメディアからレッスン風景の撮影が入ると伝えています。高校2年生の松村です。よろしくお願いします。高校2年生、私の4つ下よね。じゃあ今日はよろしくお願いします。お願いします。ビッグブリッジの人を見て、アスカさんその曲を弾けるようになりたくて来ました。おお、ビッグブリッジ、はい、ビッグブリッジをやるのかな。ちなみに僕音感はあると思うんですよ。ああ、そうなんだ。僕もアスカさんに習ったら上手くなれますかね。ああ、ぜひぜひ。エレクトーン今日が初めて触るんですか。あ、池袋駅にストリートエレクトーンが設置された時に触ってみたことはあるけど、エレクトーン触るのは人生でこれが3回目です。おお、3回目か、はい、あ、そうなんだ。すいません、ちょっと触ってみていいですか。あ、おーすごい、はい、ちなみに他の楽器とかはやったことあるんですか。木ですか。はい、ちょっといいですか。はい、これやってます。音ゲーは割とやってて、高1の時に曲別全国ランキングのトップ3ぐらいまでに入ったこともあります。すごいじゃん。じゃあ打楽器とか得意かもしれないね。そうですね、リズムは自信あります。ああ、じゃあリズムがいいんだね。じゃあさっき音感いいって言ってたから、はい、音当てゲームみたいなしますか。音当てゲームですか。はい、全然座っていい。じゃあ、はい、目つぶって何の音か分かるかやってみましょうか。はい、行きます。はい、ラですね、それは。ラ、はい、ラ正解。うん、正解、すごいね。ありがとうございます。本当に音感あるんだ。よかった。もう一回いいですか。はい、じゃあファすごい、すごい、すぐに上達するんじゃないかな。本当ですか。はい、よかったです。今日弾けるようになるかな。ビッグブリッジの人全部。全部。はい。まあ今日一日では無理かもしれないけど。はい。まあ頑張りましょう。なんか鍵盤触ってみてよ。このカリンとスですか。カリンと？はい、スですか。これは黒鍵です。このカリンとだけで弾ける曲教えてください。カリンとだけで弾ける曲？
エレクトーン、ボタンがいっぱいついてますね。このボタンを押すとダッシュできるとかジャンプできるみたいなボタンもありますか？そうね、走ってジャンプしてコインゲットするみたいな音ならね。おお、何でも弾けるやん。この足元のでっかいカリンとモスですか？黒犬ね。これなんかに似てますね。わらじ虫ねえ、ちょっとやめてくださいよ。わらじ虫の背中のところ、確かにダンゴムシっぽいよね。足鍵盤の練習してみようか。ダンゴムシとはちょっと違うんですよね。南高校わらじ虫目、わらじ虫アモク、わらじ虫科に属する動物の一種。そうなんだ。そういえば漢字では虫編にバンと書く。これは難読漢字としてもたびたび登場するわだかまるという漢字と同じである。はい、あ、そうなんだ。じゃあビッグブリッジのメロディーいきましょうか。はい。もう一回お願いします。じゃあ僕、音ゲーの経験を生かしてドラムをやってみたいので、先生、それに合わせて情熱大陸を演奏してもらえますか？あ、情熱大陸？はい。あ、いいよ、じゃあやってみましょうか。こっちがドンで、こっちがカン。おー、すごいね。音ゲーの譜面叩く。足鍵盤の練習しようかな。はい。うわ、難しい。ちょっと今のやってみていいですか？足鍵盤慣れた方が良さそうだから、はい、足鍵盤をやっていこうか。足鍵盤だけですか？はい。今日中に全部弾けるようになって帰ってくるって大家を説得して東京から来たのに。ドラムの下りをがあったから、あの時間がちょっと。マジかよ。分かりました。足鍵盤だけでも、はい、頑張りましょう。はい、ありがとうございます。はい、先生、じゃあ一回だけ足鍵盤と手でビッグブリッジの詩と弾いてみてもいいですか？はい、いいですよ、やってみます。はい、じゃあどうぞどうぞどうぞ。今日これで弾けるようになってるはず。しまなかったしな。
けた。エレクトーン弾くのが人生で3回目ね。これは嘘ではなかったけども、ピアノの経験実はありました。ドッキリ大成功。ヨミです。こんにちは。え、本当ですか？びっくりした。全然気づかなかったです。足の動きがやっぱ初心者だったから、はい、全然気づかなかったです。飲み込み早いなっては思ってます。いや、めちゃくちゃ難しかったですよ、足。ありがとうございます。はじめまして。今日が初対面ですというドッキリをさせていただきました。びっくりしました。エレクトーン関係の方から体験レッスンをやるとして、その中で取材が入るかもしれないみたいなお話って来てたと思うんですが、はい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 、来てました、はい、ちょっとあれも込みで、はい、こう。でも本当に上達がすごく早くて、はい、びっくりしてました。楽しかったです。いや、本当面白い子が来たなと思って今日一日ビッグブリッジをやるって言ったんで、はい、いや本物ですやん。今日弾けるようになるかな。ビッグブリッジの仕事全部。今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。今回はここまで。バイバイ。